お前がそう望むなら。怖がらないでね。面白そう。のんきにしてはいられないようだな。素早くきれいに。忙しくなるわね。了解した。いつでもいいぞ。何でも命令して。わかりました。喜んで。なんや、出前か。出撃。ごめん、遅くなった。母上は私に人気使いをやめさせようと思ってるらしい。あの人の命令に逆らうなんて考えただけでジンマシンが。多分母上はむやみに手を挙げる人じゃないけど、殴られそうになったら私の背中に隠れろ。ちゃんと防具をつけてきたから。ああ、私の誠意を見せたいからな。頑張って母上を説得してみせるよ。しばらくここで待とう。父上は出かけてるから、今日は母上だけだ。普段なら父上が口添えをしてくれるんだが、母上はとても厳格で自立精神は強く、一番得意な武器は薙刀だ。私が生まれた日以外は稽古を休んだことがない。母上との対戦では勝ったことがないんだ。はじめまして、中央庁の隊長様。家事がいつもお世話になっております。担当直入に言わせてもらいます。あなたは家事を援護するためにやってきたのでしょう。子供の成長には挫折も必要だと思いますが、明らかに危険な場合は違います。
それに中央庁の重鎮であるヒーローは同僚の殺害の容疑がかけられていると聞きます。娘をそのような場所にいさせるわけにはいきません。母上、ヒーローが悪党だと分かった今だからこそ隊長と一緒に戦わなくてはいけないんです。隊長一人では手に負えない状況なんです。力を手に入れたばかりのひよっこ二人だけで、灯籠の斧ということわざを知っていますか。誰か一人いないだけで止まる世界ではありません。中央庁も人気使いが一人いないくらいで変わりはしないでしょう。そもそも隊長様もまだまだ未熟なお方。中央庁の真の権力者はヒーローです。ヒーローの目を盗んで何ができると思うのです。何らかの能力か資格で私を安心させられない限り家事を渡すわけには参りません。ベテラン人気使いに協力してもらいたいとお考えならさっさと身を引きなさい。あなたたちはゲームに参加するための仲間を探すただの子供。責任を取る覚悟が感じられない。私はゲームだなんて思っていません。人気使いの仕事はとても簡単で、隊長は後ろで指揮をして自分は前線でモンスターを切るだけだと教えてくれたのはどなたかしら。難しいなんて言ったら母上は賛成してくれないと思って。つまり私に勝ってここを出るということですか。隊長、無理だって。母上はすごく強いんだぞ。あのなぎなたには勝ったことがない。確かに私を倒せば中央庁に帰ろうとする火事を止められません。ですが武道で勝負をすると言い出した以上、火事尻込みは許しませんよ。あなたたちはコンビでしょ。共にかかってきなさい。食い止めた。重い。
任せろ。私の動きをずっと予測できたのです。勝ったのはあなたですから、私が何を言っても無意味でしょう。止められません。いや、勝負よりも大事なことはあります。こんな風に母上を悲しませたくない。ちゃんと母上を納得させたい。頭の回転が速くて難局を乗り切る方法を考え出せるし、自身もそこそこの能力を身につけている。もっと大切なのは、あなたがその人を自分の相棒として認めていることです。私には反対する理由などない。なかなかいいコンビでしたよ。私はあくまで普通の人間ですから、あなた方人気使いが一体どのようなものと、そして何のために戦っているのか理解しかねます。あなた方はきっと成長して自分の選択に納得するのでしょう。でも忘れないで、あなたがゆっくり成長する間、必ず目の前で攻撃を防いでくれる人がいることを。そんな人たちの苦労を無駄にしてはいけません。母上、はい、わかりました。人気使いを続けるなら、いずれ様々な陰謀に直面するはず。その時までに、いかなる敵も恐れず、圧倒的な力で相手を倒せるほどの強者になりなさい。期待しています。はい。さてと、隊長様、こんな時間になってしまいましたね。せっかくいらしたことですし、一緒に晩ご飯でもいかがですか？私も手伝います。ええ、一緒に準備しましょう。うちではいつも母上と私で料理をするんだ。隊長は楽しみにしててくれ。おや、隊長、散歩か？風呂から上がったら少し風に吹かれたくなったんだ。
今日は母上といろんなことを話した。母上とあんなに深く話すのは初めてだ。会長がそばにいてくれたから会話もスムーズに進んだのかもしれない。私の決意は隊長もよく分かっているだろう。人気使いになってより多くの人の助けになれるのは嬉しい。そうするように幼い頃から父上に教わってきたから。社会は悪いことで溢れているから自分には何もできないんじゃないかって思う時期も実はあってさ。そしたら父上がボランティア活動に連れて行ってくれた。それで分かったんだ、子供でも頑張れば少しずつ世界を変えられるって。いつの間にかそれが私の目標になってた。人気使いとしてもっと多くの人を助けたい。隊長と一緒に前に進みたい。自分が一歩ずつ進んでいると自覚できるのは初めてだ。そう、私は世界を救いたい。少しずつでいいから自分のできることをして世界を変えていきたいんだ。隊長、こんなことを言うのは恥ずかしいんだぞ。何か言ってくれてもいいだろ。いいぞ。大事なのはそこじゃないだろ。だって隊長は攻撃がかすっただけで死んでしまいそうだから、ずっと守ってやらないと。でも一人で守れるようになるまで私はたくさんの人を頼って、たくさんの人の背中に隠れ足を引っ張るに違いない。隊長のことも頼っていいか。ありがとう隊長。いつの日か私は必ず隊長の前に立ってみせる。眩しい。そう言われると照れるぞ。英雄になるか、私には無理だ。期末テストで赤点を取るかもしれないと心配する英雄なんているか。私は毎日心配で仕方ない。ありがとう。そもそも私は剣道ができる一人の高校生人気使いに過ぎない。みんなを助ける力を手に入れたから、正義のために戦おうと思ってここまで来た。優柔不断なんて私らしくない。あの星みたいに弱くて遠い光でも人を照らすために輝かなきゃダメなんだ。眠れ。
あのバカ、一体どういうつもりだ。でも隊長が思い出してくれたのは、まあ嬉しいことだな。さっきヒーローのデータベースで異常なコマンドを見つけた。どうやら明日またとんでもないことが起きるらしい。重大な分岐点になるかもな。なあ、今度こそ行けると思うか。隊長、今朝中央市街地に見たことのないモンスターが現れた。異常に強かったから何かおかしいと思って隊長を探しに来たんだ。ああ、隊長、今回のモンスターは半端なく強い。絶対に私のそばから離れるなよ。助けて！はあ？大丈夫か？すぐ安全な場所まで避難してくれ。あ、足が、俺の足が！あ、ありがとう。いない。ここでこの2匹を止めないと。カジ君を止めたまえ、隊長。市民を助けるのはいいことだが、私の試験品が全滅したら割に合わん。言ったはずだ。私はリビングデッド化した人気使いの治療法を研究していると。そいつらは研究の不幸な産物だ。不気味で危険性も高いが、しっかり管理すれば役に立つ。それにカジ君はまだ実戦経験の浅い新人だ。万一怪我でもしたら、ほら、コントロールできてるだろ。何を言ってるんだ。その2匹が一体何人傷つけたと。ああ、私も残念に思っている。そのうち中央庁からまとめて賠償金を払ってもらおう。そんなの納得できない。
中央庁は人気使いたちの家のような場所のはずだ。みんなが隊長と協力してブラックゲートを破壊し、モンスターと戦い、市民に平和と安らぎをもたらす。こんな風にこっそり人体実験をしてモンスターを作り出し、必死でその存在を隠すなんて、そんなのどうかしてる。一歩間違えたら大勢の人が死ぬかもしれないんだぞ。二度と一般市民をヒーローの実験に参加させるものか。人間がモンスターになるところは見たくない。試験品モンスターを守るなんてごめんだ。こんな計画に加わるために中央庁に入ったんじゃない。ビエンファーさんを殺した犯人もまだ見つかっていない。中央庁がやってきたことをずっと黙認していたくせに、なぜ今さら持ち出す。確証がなくても犯人は私だと思っているのだろう。そうか、君も裏切り者だったのか。まだまだ子供だな。人気使いは貴重な資源だ。生きたまま手に入るなら願ってもないことだ。行け。珍しいお客さんだね。おや、なぜそんなに慌てているんだい。さっき中央市街地でとんでもないことが起きたらしくて、ネットがパニックになっているぞ。カジ君だけでヒーローを止めようとするとは、いかにも隊長らしいね。愚かさにも程がある。しばらくここで隠れていればいいさ。代わりにその拳銃をよこしたまえ。ゾクゾクするね。かかりというほどではないさ。ところで君たちを隠してあげたのだから、何か対価を払うべきじゃないか。何？金をせびるつもりか。何を言ってるんだ君は。これをよく見たまえ。
僕が調整した最新の原力増幅器だぞ。カジ君みたいなバカ力しか使わない人間と相性抜群。そう言われてもあまり嬉しくない。注意しておこう。この増幅器には副作用があるから、隊長は厳密にカジ君の原力バランスを調整しなければならん。モンスターを倒すどころか、自分が織田物にならないように。よし隊長、今すぐ中央市街地に戻ろう。じゃあこの隙に中央町に戻り、アントネーワを助ける。いや、そうでもないかもしれんぞ。実は港湾エリアと中央町の地下はつながっているんだ。人目を盗んで中央町の地下に潜入したいなら、港湾エリアの地下から出発すればいい。アントネーワ君を見つけたら、彼女を連れて地下トンネル経由で中央町から脱出し、トンネルを塞ぐ。完璧じゃないか。そんな秘密トンネルがあったのか。いや、秘密とは言えないかな。そもそも中央町は偏僻な場所にあるだろう。あそこは昔、港湾エリアの工業グループの本部でな。他の場所で生産されたものの品質検査をする関係で、輸送用の地下通路を作った。地上の建物が中央町用に建て直された後も、地下は昔のままだ。じゃあヒーローたちが中央市街地から戻る前に、急いで港湾エリアへ行ってアントネーワたちを助けよう。
またお越しになって。安全だ。
わかりました。早く帰ればいいよね。歩いていて転ぶのはこいつらのせいかもしれない。そうじゃない。